ばんは、佐野元春です。みんな元気でやってますか？元春レディオショー。毎週この番組は NHK の小さなスタジオから素敵なポップスやロックのを届けてますけども、楽しんでもらってますか？さて、今日は月の第1週目ということで、通常のローテーションでいくと、ビルボードホットアンド特集なんですけども、先週リクエスト特集の時にお知らせした通り、今日はこのスタジオに素晴らしいゲストが来てくれています。1984年2月、映画スカンピンウォーク、そしてシングルモニカでデビュー。現在までにシングル2枚のナンバーワンヒットを持っています。現在は最新アルバムイノセントスカイを携えて、全国ツアー中ということです。もうみんな誰だか分かったと思います。吉川晃司、今日は彼と一緒に番組を進めていきたいと思っています。今夜のモタレイでしょう。ゲストに吉川晃司を迎えています。50分間最後まで、リラックスして楽しんで聴いてくれれば嬉しいです。I wanna be with you tonight!吉川くんの一番その、最初ロックンロールだとかポップスにその目覚めた時のことを聞きたいんだけれども、だから音楽的なキャリアを聞いてみたいんだけれども、そうですね、一番最初に聞いたシングルレコードだとか覚えてる？俺ですか、うん、まあ聞いたっていうよりも聞かされたのは結構、うん、ビートルズの何かな、イエローサブマリンとか入ってる2枚組のやつもね、うん、親父が持っててね、うん、お父さんが持ってた4つぐらいの時ですね。あ、うん、よく聞かされましたね、うん、お父さんがこれ聞いてみろっていうような形で、このビートルってこれは最高なんだ、お前聞けみたいな。俺なんかやっぱ4つだから全然わかんないですよね、そんなの、うん、もう外に遊びに行きたくてしょうがなかったんだけど、うん、もうとりあえず怖いから聞いてたっていう、うんうん、でなんか無理やり結構覚えて、友達なんかがね、仮面ライダーとか歌ってる時になんか、イエローサーバリーとかこうやってやってましたね。でも周りの友達は全然知らないでしょ。わかんないですよね、僕もわかんないですね。うん、ね、例えばそれは小学校の時、中学校ぐらいの時。あ、そのビートルズですか、うん、それは4つか5つの時。4つか5つの時。あ、そうだね、年代的に言うとね。それで、僕自身がやっぱ音楽聴きたいなと思ったの、うん、中学の、そうですね、2年生ぐらいですかね。うん、その時はどんな人たち？もうディープパープルにレインボー、UFO とかバンヘレンとか、まあいう、というか、ブリティッシュハードロック、ヘビーメタルが流行ってた頃。で、初めてギターを手にしたのは、その時ですね。あ、それは、例えば親父に買ってもらったとか。いや、アルバイトして、親父はうるさかったですからね、うん、いや、そんなお前、うるさいな、そんなの音楽じゃないとか言うんです、うん、で、ビートルズっていう言ってたんでしょ、うん。親父自身も全然音楽なんて分かってなかったと思うんですけど、うん、だってレコードがうちにはやっぱり結構5、600枚あったんですけどね、半分こっちはまあ60年代とかビートルズとかストーンズとかあるんですけどね、うん、こっちにはね津軽三味線何やくしとかバーッとあって、うんうん、つうのかな、結構ポーズでやってた親父だと思うんですよね。あ、でもビートルズだとか聞いていたっていうことは、それも多分ポーズだったかと思いますね。そうなの、全然そんな分かってないと思います、うん。で、まあその反発もあったと思うんですけど、うん、それもっとこういうガーンと来るのがロックだいみたいな、うん、で、うちで最初に買ったのがフライング V で、うん、ほんでマイケル・シンカーバレとかギャガギャガ やってましたね。アンプをうちの中に持ち込んで、そうですね、うん、で、例えば家庭の中でいろいろなその喧嘩とかはなかったの？音がうるさいとか、そうですね、もっと勉強しろとか。まあ、俺は水泳もやってたし中学の時から、だけど結構そうですね、勉強はしなかったですね、うんうん、正直本当、うん、ただ自分の好きな科目だけあったんですよ、うん、数学、物理、生物、うんうん、ちっちゃい頃からまた全然話飛んじゃうんですけど、はい、まあ、話すの上手くないんで、いいよ絵を描くのが好きで、うん、ずっと美術ばっかりやってたんですよ、うん、それで、あれ、それで何話そうと思ったの？美術ばっかりやってて、うん、その前何話しましたっけ？自分の得意な科目が、あ、そうそう、数学だとか。そう、だから例えば、うん、機械学なんかもやっぱりそういうのに必要でしょ。図を描いたりするのとか、ね、そうですね。美術と共通してるところ。僕はデザイナーになりたいなと思ってたところもあったりして。で、音楽なんかやっぱり一部そういうふうな感覚で捉えてたんですね。うんうん、まあ音楽は音のデザインだみたいな。なるほど。そうやって好きだったんで、まあ、好きなことは とりあえずバーッとやったんですよ、うん、だ水泳やって、あと美術館で絵描いて、うん、であと数学はやって、うん、だから親は
もうそんなに文句言わなかったですね。なるほど。あとにかく自分の好きなことを一生懸命やってる、うん、これだこれ絶対やるんだっつって、うん、あと英語と国語だけはまるっきりダメでしたけど、うん、少年時代から、まあ、高校に入るまでずっと広島だったわけでしょ。広島という町は企画にとってはどんな町なの？そうですね、好きだった。もう好きですね、うん、俺はやっぱり東京という、まあ、憧れでやっぱり来た部分もあるんですけどね、最初はすごいなと思ったんですよ。確かに、うん、もう、まあ、原宿行きたい、六本木行きたいで行って、うん、おー、もうほとんどもう周りにいるみんながほとんどこう、うん、芸能人っていうイメージだっていうか、うん、もう着てるもんもすごく、うん、あの綺麗なもん着てるしね、うん、やっぱり俺なんか全然ダメなのかなと思って。でも例えばあの原宿駅降りてうわーと思ってて、あ、そういえば竹の子族って入ってた時だから、うん、見たいな、すごい人たちなんだろうなと思って行ったら、うん、全然違うんですよね。思いやる。確かにみんな踊ってんだけど、うん、踊り好きでやってんじゃなくて、うん、人が見てないとやってないというか、うんうん、目線がなんか輝いてないっていうか、うんうん、なんか変ないろんなとこ向いちゃったりして、うん、俺あれ見た時にああなんかつまんないなと思ったんですね、うん、真面目に踊ってなかったというか踊り好きではないなと思って、目立ちたいんだなっていうか、うん、人が見てくれてるから踊るって、うんうん、で人通りがないと踊りやめちゃうんですよ、うん、俺一日ずっとそこ座って見てたんですけど、うん、あの焼きそば食いながらあそこに行って、うん、うん、面白い街だなと思って。なるほど。確かに東京ってすごくもう何でもハイレベルのものが あると思うんですけど、うん、なんていうかな、逆にやっぱり失うものもすごく多いと思うんですね、うん、で六本木なんか歩いてても3つか4つの鍵がね、うん、ゲームセンターでゲームやってるの見て、うんうん、でお金なくなると外出ておじちゃん100円ちょうだいとかってやってるわけですよ、うんうん、でまたおっさんが100円やるんですよねこれ、うんうん、それでまたゲームやってるって、うんうん、で俺たちのちっちゃい頃はやっぱりトンボとかバッタとか追いかけてやってたし、うんうん、やっぱ東京の子供たちってのはそういうのがないのかわいそうだなって思いました。なるほど。僕は田舎で育ったことをすごく誇りに思ってますね、うんうん、だから広島って街大好きです。なるほど。で東京に来て、そしてレコーディングアーティストとしてデビューしてみないかっていうのは誘いがあったと。でその時はどんな気持ちだった？やっぱりあの芸能界って俺ヤクザだとばっかり思ってたから、うんうん、誘い来た時にね、まずいなと思ったんですね。まずいと思った。すげえ怖い顔してたんですよその人、うん、でいや僕なんかそんな別にただ遊びでやってるだけですから、うん、そんないいですと思って、うん、かかり合わない方がいいなと思ってて、うんうん、それで何やかに話してたんですけど、うん、まあいっぺんでいいからオーディション受けてみないかって、うんうん、で俺はオーディションっていうことよりも東京を見たいっていう気持ちで、うんうん、でそれでまあさっきの原宿行ったりしてそういう気持ちになったんですけどね、うんうん、東京に行けるっていうことがすごく嬉しくて、なるほど、それでオーディションって行っちゃったんですよ、うんうんうん、でオーディション行って、だからまああんまりそんな気にもかけてなかったかもわかんないけど、うん、でっかい声でまあやるんだったら、どうせやるんだったらまあ一番しかないでしょとかっつって言ったら、うんうん、それが受けちゃったみたい で受かっちゃったんですよね、うんうん、やばいなと思ってたら、うんうん、今僕のレコードプロデュースをしてくれてる、うん、木崎さんという方がいて、うんうん、彼が広島に僕に会いに来て、うん、で彼と話している時に、うん、なんていうのかな、すっごいもう40近いのにね、うん、すごい子供なんですよね、うん、子供みたいな人なんですよね、うん、それ見てて俺やってみようかなっていう気持ちになっちゃったんですね。でその時にその日に佐野モダルって知ってるかって言われて、うん、僕すいません俺やっぱりガキの頃ってガキのロック少年ってみんな、うん、日本の音楽なんてロックじゃねえやみたいな意識ありますよね、うんうん、絶対聞かないみたいな、うんうん、だから全然知らなかったんです、うん、でいや知らないんだけどって言ったら、今日広島でやってるからちょっと行っておいでって、うん、じゃあ行ってみようかなと、うん、で俺佐野さんのだから3年前ぐらいですかね、うん、コンサートを見た時にやっぱりおーってなりましたね、
俺もこんなことやりたいな、正直やっぱりすごいなと思ったんですね。なるほど。でも何歌ってるか分かんなかったんですよ。そうなんだ。でもね、まあ、あんまり日本の歌って聞いたことなかったけど、うん、みんなすごくスピード感なく聞こえるんですよね、うんうん、ロック音はロックやってても、うんうん、なんかボーカルがすごく流れてないなみたいな、うん、でそういうすごく意識あったから、佐野さん見た時にね、おーなんかすごくスピードあるな、うんうん、その時はそのぐらいしか俺なんか分かんなかったんですけど、うん、とりあえずなんかよし俺もやってみようかなみたいな気持ちになって、その後東京に出てきて本格的にそのレコーディングアーティストとして一歩踏み出すわけだけども、はい、その前にスカンピーウォークという映画を撮った、ええ、そんで東京出てきていきなり話が映画だったもんで、うん、俺もちょっと参っちゃって、その辺のいきさつっていうのはまずレコードを作る前にじゃあ映画をやってみないかって言ったの誘いがあった、いや同時に、ええ、映画を撮影する前にもう LP の制作には入ってたんですよ。なるほど。だからまあうん、レコードはちゃんと作れるんだなって、自分が結構作りたい音はやれるっていう、うん、そこのまあ安心感ありましたけど、やっぱり木崎っていう人がね、うん、すごくやっぱり考えてくれたし、うん、俺なんかも信用してたし、うん、絶対好きな音は作れると思って、うん、その次に映画をやるっていう話が来た時に、うん、あらーこれ渡辺徹かなと思ったんですね。いわゆるそのなんていうかマルチタレントみたいな、うん、やったなーと思ったんですよ。いわゆるロックシンガーというよりかはタレント的に持っていかれるのかなといったような。そうですね、うん、でも俺その映画やる人と話したりして、まあとりあえずまあ話しろってことで、それまで興味湧いてきちゃったんですよね。なるほど。話したうちに、うん、でそれシナリオだとかは見せられたわけ。ええ、シナリオを書くときももう一緒にくっついて、うん、僕なんかもう自分の映画ですからね、うん、結構いやここはこいしたほうがいい、ここはこいしたほうがいい、ああじゃあ言ったんですよ。自分がシナリオの段階からもう参加してた、ええ、やっぱ気が済まないんで何やかやんないと、うんうん、それでやで映画の撮影、それもまだまだ半信半疑だったんですけど、うん、映画の撮影入って半分ぐらいからかな、うん、すごく面白くなってきて、うんうん、どういうとこが面白くなってきたの。やっぱりなんていうのかな、これもやっぱり僕はなんていうのかな、大げさに言うとこの世の全て全部キャンバスにしたいんですよね、うんうん、自分もやっぱり自分をやっぱりキャンバスにするっていうことがすごく好きで、うんうん、それで何かを作るっていうことが大好きなんで、うん、映画そうじゃんと思ったんですよ、うんうん、立体的になんか自分を作れるっていうか演出できる、うん、それは小さい頃例えば美術が好きだっただとか、あるいはデザイナーになりたいとか、うん、そういった才能がそういうふうにさせたのかな。そうやっぱ好きなものがあったんじゃないかと思うんですよ、うんうん、だからすごく好きになっちゃった、うんうん、それでまあ一生懸命やって、うん、映画って面白いなと思ったんですね、うん、で自分自身をやっぱり成長させるためにもね、うん、映画ってもうすごく利用価値はあるなと、うんうん、でまあ今もそう思ってるんですね、うんうん、やっぱり僕はシンガーでありたい、うんうん、絶対それはもうそれで生きていきたいと思うんですけど、うん、一つ自分を違う状況に置ける場所があるっていうことはすごく得なことだと思うんですね、うん、なるほど。そういう部分で映画をやりたい、うんうん、だ別に遊びでやるんじゃなくて、うんうん、そこでちゃんと勝負するけど、うんうん、自分はやっぱりそこで確かめることができる、うんうん、で特になんていうかな、まあこういう芸能界っていうか、まあ俺なんかテレビ出たりしてるわけでしょ、うんうん、でやっぱり周りの人たち見ますよね、うん、いわゆるアイドル歌手って言われる人たちとか、うんうん、まあ俺なんかもそういうふうに言われるのかもしれないけど、見ててああきついだろうなと思うんですよ、うん、やっぱり自分をね、うん、いろんなことをやりながらそこでやっぱり反省するわけでしょ、うん、ああこういうふうにしたかった、こういうふうにしたかった、うん、だけどそういうのを思ってるうちにもう追い込まれちゃって追い込まれちゃって、後ろから押されちゃって、うん、バーッと巻いちゃうんですよね、うん、で綺麗な洋服着されて、うんうんうん、でもう格好はもうすごくバシッと決まった、うん、綺麗にデコレーションされたもんなんだけど、うん、気がついたら脳みそだけ1週間後ろに残ってて、うんうんうん、手を伸ばしたらもう届かないみたいな、うんうん、そういう毎日です、
血がずっと繰り返しになってるような気がするんですよ、うん、なるほど。でこれ見ててやっぱり俺はそういうふうにはなりたくない。とても反発心があった、うん、今でもある。そうですね、うん、だからやっぱり今自分が一番大切なのは俺は生活感とかそういうものだと思うんですよね、うんうん、やっぱり聞いてくれる人たちと同じやっぱり空気とかそういうの息してないと空気、うん、呼吸してないと、うん、やっぱり同じなんていうかその人たちの気持ちはさせないと思うし。なるほどなるほど。一方、映画だけじゃなくてもちろん最初に、デビューシングル「モニカ」でデビューするわけだけども、はい、そのレコーディングスタジオに一番最初に行った時のことは覚えてる？ええ、まず最初からリンドラムとか使って最初リンドラムとか使ってやってたんで、リンドラムっていうのは自動的にこう、そうですね、ビートを刻んでくれるドラムだね、それでやっぱり想像するのはいろんなメンバーがいてね、うん、スタジオミュージシャンがいてみたいな感じしてたんですけど、うん、なんか全然雰囲気違ってて、うん、でガラス窓の向こうにはミキサーの台があって、うん、でマイクがぶら下げてあって、うん、ヘッドホンして歌わなきゃいけないみたいな、うん、なんかバンドのリハーサルとかやるでしょ、うん、ああいう分のなんかもっと本格的版みたいなのが想像してますね、うん、で慣れるのにやっぱり3日ぐらいかかりましたね。レコーディング、うん、ごめんなさい、レコーディングの作業っていうのは例えばライブでやるのと違って、うん、ライブだと例えば5人の番だったら5人が一緒に演奏するけども、レコーディングの場合だと一人一人がこう別々に録音していかなくちゃいけないから、ね、なんとなくこう寂しい気持ちがあった。そうですね、うん、でアルバム1作目ができて、モニカという曲がシングルとしてリリースされて、1枚目のアルバムデビューアルバムって自分としてはどれくらいの満足度があったの？レコーディングした時ですか、うん、ええ、それは今の気持ちでもいいし、その時はそうですね、今考えるとやっぱりアレンジをもうちょっとこういう風にしてもらった方が良かったかなとか、うん、すごくそういうのを考えますけど、うん、で、まあ全部リンドラムで、うん、今考えるとやっぱり生のドラムには勝てないなと思うんですね、うんうんうん、だから今回なんかは山木さん、うんに叩いてもらって、うん、でもちろんいろんなものがこう開発されていって、うん、コンピューター使うとか、うん、そういうのが出てきていろんな遊びできると思うんだけど、うん、やっぱり基本的にはやっぱり生のドラムと、うん、ギターなんかもやっぱり生の感じっていうのは俺今はすごい好きなんですよ、うん、でその上にやっぱりそういうなんていうかな、かぶせていく、うん、同期物を入れたり、うん、そういうなんか音作りっていうのが今一番やりたい。なるほどなるほど。企画君自身ももちろん詞を書いたり曲を書いたりするわけだけれどもそれをまた聞くのは楽しみ。今回の新しいアルバムではそれが一個あるから一個ですね、うん、一曲寂しいですね本当、まあ、でもレコーディングしていく上で今基本的な作業の進め方っていうのは例えばアレンジャーがいて作詞家がいる作曲家がいる、そしてまあディレクターがいてプロデューサーがいるという形だろうと思うけども、そういうスタッフワークの中で企画君の立場というのはどれくらいなんだろう、企画君はどのようにして入り込んでるんだろう。そうですね、まず一番最初に詞を作詞家の人たちにお願いして、うん、そんでまあ最初に今回のコンセプトはこういうふうな感じできた、うん、こういう曲こういう感じのものを歌いたいとかいう大雑把なことを話して、うん、で詞を上げてきてもらって、うん、そんであともうちょっとここはこういうふうに行きたいなとかいう話をして、うん、だから僕の場合今まではもう詞に関しても曲に関しても全然自分とのギャップはなかったですね、うんうんうん、それであと最終的に詞は歌ってる時にもう書き換えちゃったり、うん、歌いやすいようにもうそうですね、うん、それはやっぱりみんな分かってくれたし、うん、例えばサウンドをこんな風にしたいだとか自分の希望っていうのは言える？ええ、それはもう木崎さんに今までも言ってきたしもっとこういう風な感じでやりたいと、うん、でもギターに関してはね、うん、すごく今までの LB も、まあ、後悔が残ってる
っていうとこあるんですね、うん、それは自分がギタリストだからギタープレイに関してはとてもこだわるということ。うん、もっとやっぱりドライブ感があるものが欲しかった。うん、なるほど。それはやっぱり俺も分かんなかったんですよね、うん、自信がなかったんでしょうね、すごく、うん、言いたかったんだけど、どのようにしてレコーディングしていいか分からなかったってこと。いや、だからそれをどういうふうに言っていいかって、まあ、今でも譜面も難しいこと全然分かんないですし、うんうん、それであんまり1枚目の時なんか特に全然もう分かんない状況だったから言えなくて、うん、でも今回の3枚目の時なんかは、うん、もう結構そういうギター入れたりとかいう感じ で、うん、で今回はチャーさんとかね、うん、結構ヘビーなものも入れてもらったりしたんですけど。なるほど。そのギターサウンドが、こう自分で聴いてみても、あ、とても生きてるな、これはいいなと思った曲一曲紹介してほしいんだけれども、一番最新のアルバムの中から。うん、そうですね、ちょっと長い曲なんですけども、はい、スローバラードなんですけどね、はい、アルバムタイトルカットナンバー、イノセントスカイ、吉川浩司。一番最初にテレビ出た時のことなんか、なんか話してしまうよ。いや、もう恥ずかしくて、サングラスみたいな話します。8時だよ、全員集合なんですね。一番最初の。一番最初のテレビは。あ、もう緊張しまくっちゃって、もう、うん、それであれ、生番組でしょ、うん、で、それで立って、もうずっと最初から立って待ってるんですよ。うん、今日初めて歌ったんだと思って。うん、したらもうなんかセットとか入れ組んじゃって、お前邪魔だ、どけとかでやられちゃったりして、うわぁ、どうなってんだってこう思って。そんで歌ったのが、新人はなんか、全部歌わせてもらえないですね。1分30秒ぐらいですかね。うん、ワンコーラス。それも信じられなかったです。うん、俺やっぱりワンコーラスで1曲だとは思わないですから、うん、やっぱりこれは大変間違った世界であると僕はその時確信しまして。なるほど。それ以来、意地でも言うことにして。なるほど、なるほど。ここまで歌わせてくれとか、うん、とか、うん、とか。うん、それで、まあ、僕なんかも結構マネージャーさんとかね、うん、苦労したみたいですけどね、うん、でも一番最初にそうやってテレビ出演すれば周りのスタッフは、今日の出来はどうだったか、だったとか教えてくれるでしょう。周りの反応はどうだった。カチカチだったって言ってましたけどね。上がってたと、ええ、自分自身では、うん、もうすっごい上がってました。もう、あ、俺テレビとか見ると結構態度でかく見えると思うんですけど、うん、未だにベスト10出ると上がるんですよね、うん、で歌うときはもう自分の世界に入り込んで歌えるんだけども、うん、インタビューのときなんかやっぱり何を答えていいのか分かんないですね、うんうん、で聞かれることもやっぱりよく分かんないことなんですよね、うん、でみんな結構こうそこはこうわーっと笑ったり、うん、ピースとかってやるんですけどね、うんうん、そういうことがどうもうまくできない。なるほど。吉川君自身の活動の中ではテレビ出演、テレビでの歌を歌う時もあるし、それからライブもあるし、それから映画もあるだろうけれども、自分にとって一番自然なその場所っていうのはどこなんだろう。それはやっぱりライブです。ライブ、その実際のライブとそれからテレビのブラウン管の中で歌う時のやり方、どこが一番違うんだろう。そうですね、やっぱりライブっていうのは聞いてくれるやつがいて、うん、それだとやっぱりコミュニケーション取りながら歌ってるわけでしょ、うん、で俺はここだ、ここはこのもんだみたいな来たらやっぱり結構バーンと帰ってくるもあると思うんですよね、うんうん、それでまたじゃあこうだとかってそういう過激がやっぱりライブだと思うんですよ。なるほど。テレビっていうのはやっぱりブランカーに対して歌うっていうことが、うん、やっぱり最初の、いまだにそうなんですけど、やっぱりどうも気持ち悪くて、うん、どこを見て歌ったらいいんだろう、うん、だって焦点の合わせようがないですよね、うんうん、カメラのレンズの中を見ればいいのか何を見るか分かんない、うんうん、ですごくどうしたらいいのかなと思って、その時に OK、 じゃあ違うもん見て歌おうと、うんうん、カメラ見るんじゃなくて、うん、やっぱり自分でなんか想像して
あのここにこういうもんがあるぞみたいな、こいつに対してじゃあ歌おう、で時にはもう誰か一人に対して歌うとか、そういうことをやるんですね。なるほど。それはもうずっと今でもトレーニングしてるという感じかな。トレーニングっていうか、そうやって歌わないとやっぱ歌えないっていうか、どうしていいか分かんないし、それでだからまあ一つか、あのテレビっていうもんはなんていうかな、プロモーションビデオの生版みたいな意識はありますね、やっぱり。なるほど。自分の音楽を広く知らせるための、そうですね。それでやっぱりコマーシャルして、例えばレコード買ってもらって、レコードで聴いてもらって、それでライブでっていう、なるほど、そういう風なやり方で俺はやっていきたいと思ってるんですけど。なるほど。2枚目から何か一曲みんなに聴いてもらいたいんだけども、自分から何か一曲。そうですね、2枚目ですね。ちょっといいですか。いいよ。自分のアルバムの曲見てたらしょうがないけど、仕方ないけど、ノーノーサーキュレーションを聴いてもらいたい。アルバムラビアンローズから、ノーノーサーキュレーション、吉川浩司。これ友達に聞いたんだけれども、あ、僕はとても貧乏ですって言ったような聞いたんだけども貧乏っていうか、そうですね、今年の4月までは給料10万でやってたんですよ、だから、だからまあ嘘をつく人はないと思うし、まあ給料10万でした、でも今4月から契約変わって、まあだいぶ上がったんで、もう今まあ、なんとかちゃんとしていけるんですけど。でも昔とやっぱお金の使い道とか変わってきてるでしょ。それは違いますね、今どんなことにお金使ってる。僕ですか、ツアーとか出てるとあんまりお金は使わないから。そうですね、ツアー出てるとやっぱりまあちょっとしたなんか原価あったり、まあそのぐらいのもんで、まあ遠くにいるときはレコードとか、あとやっぱりよく僕は外に出るんですよ、やっぱり遊びの部分でやっぱり、まあ今一番何でもかんでも知りたい年だと思うし、知りたい時期なんですね、だからよく出るんで夜、それにやっぱお金使います。なるほど。で例えばさ、レコード買うって言ったけども、最近買ったレコードの中で自分が好きな曲とかある？でツアー3月からずっとツアーで東京帰ってなかったもんで、あんまり聞いてないんですけど、まあとりあえずパワーステーションが今好きです、パワーステーションゲートイートオンリクエストしてくれてますけども、これは、70年代の T-Rex のバージョンのカバーだよね、じゃあこのところ T-Rex っていうバンドは昔知ってた？いや、あんまり聞いたことない。聞いたことない。じゃあまず、T-Rex のオリジナルバージョンを聞いて、そして、しばらく聞いてもらって、それから、パワーステーションゲートイートオン聞いてもらいたいと思います。これから先、吉川浩司が、こう、自分を見て、ずっとまあ、去年からデビューしてきて、自分をこう見つめてるわけだけども、例えば、音楽をやめてしまう可能性とか、何か表現することをやめてしまう可能性とか、音楽だとか映画以外にこう自分を捉えて離さないような強力なものが出てきたときに、こう、そっちの方にかけていってしまうとか、やっぱファンとしてはとても吉川君自身が情熱的な人間だし、その自分がその夢を追うことに貪欲な性格を持ってるから、ファンとしてはきっとやきもきしてると思うんだよ。はい。例えば急に音楽やめちゃうんじゃないだろうか、あるいは、例えば映画の方だけに行ってしまうんじゃないだろうかとか、もっと別なことやっちゃうんじゃないだろうか、どっか外国に行っちゃうんじゃないだろうかとか、いや、例えば僕が聞きたいのは、ミュージシャンとして、その固執する気持ちはとても自分の中では強いのかな。どうですか。うん、もしもそれ以上にやっぱり自分がやりたいことができれば、分かんないですけど、そっちの方に行っちゃうかもしれない。俺は水泳やった時ももうやっぱり自分に水泳は全てだと思ってたけど、
行っちゃったとこはありますね、うん、だけど今思ってる中ではやっぱりもうやっぱり俺は歌かけたいなっていうか、うん、いや水泳ではねある部分自分到達できたんですよ、うん、自分の思うところまで、うん、だからもうこれ以上あれだかと思ってやめたんですけど、うん、多分歌の歌が自分歌やっていく部分で、うん、上は上まであるし、うん、奥は奥まで深いと思うから、うん、どこまでやっぱりいけるかやってみたいと思うと思ってます。なるほど、なるほど。キッカーファンに何か一言メッセージ欲しいんだけど。そうですね、やっぱ夢持ってやろうかみたいな。で俺は思うんですけど、あ、待って、始まっちゃったらあれですか。いいよ、始まって編集できるから大丈夫ですね。大丈夫です。すいません、下でしゃべっちゃって。今例えばすごく、まあ、社会批判とか学校の体制の批判とか、うん、制度の批判とか、うん、すごくあると思うんですけど、だから何をするってことをね、うん、やっぱりやんないと損だと思うんですよ自分が。ああ、不平不満ばかり言ってるんじゃなくって、うん、だから結局はやっぱり自分に勝ってくるもんだし、自分の周りに起きたことはやっぱり全部やっぱり自分自身のことだと思うんですよね、うん、俺もなんとか少林寺拳法ちょっとやってて、うん、そこでやっぱり教わったんですけど、うん、例えば親がね、うん、どうだろうと学校がどうだろうとそんなことは関係ないんだと、うん、結局は自分がやんなきゃ損なんだよみたいなこと、うんうん、その時にそうだなすごく思って、うん、例えばすごくま、グレるっていうか突っ張っちゃったり、うん、そういうことっていうのはそれはあると思うんですよね、うん、だからそれからやっぱり早く抜け出たやつが勝ちだと思うんですよ、うん、野球でもスランプがあるように、うん、スランプの時期があると思うし、うん、そういうのはみんなあると思うんですよね、うん、だからもっとなんていうのかな、みんなこうなんかドカーンとやろうぜ、うんうんうん、なんか空が真っ赤に染まるようなことをやっぱりやりたいですね。なるほど、なるほど。そのうちで。さて今夜のモタルレディオショーは、吉川浩司をゲストに迎えてお送りしました、来週は、グッドオールソングス特集、ヒストリーオブロックンロール、これも楽しみにしていてください、それでは、吉川浩司君の曲で Ready Baby アルバムイノセントスカイから、この曲を聴きながらお別れです。おやすみ。